橋渡しになってくれませんか。ノッカーたちと交渉ですか。この村には冒険者が2人しかいないと聞きました。てめえらのケツ拭ってやったんだ。償いは命でしてもらいましょう。契約が偉そうに。お祭りが大好きなんだよね。仕えていた魔族に虐げられていましたから。私の旦那様を傷つけるなんて絶対許せない。声をかけるな。帰ってこないか。